もらえるものはもらっておくか。信じられない。間違いない、この人は不正登録者だ。あの水篠様、魔法石預かりますよ。お荷物は僕がお運びします。水篠様、あれカバンに装備が入ってましたよ。けしからん奴らです。僕が掘って差し上げますね。急にどうしたんだ。命の恩人へのお礼的な。ハエトさん、中から声が聞こえてますよ。コージ、構えろ。奴らが来たようだ。あいつら生きてんじゃん。諸菱健太、なかなかやるじゃねえか。ハヤトさん、どうします。決まってんだろ、やれ。諸菱、諸菱建設会長、諸菱明星、親父さんだろ。だったらお前に機械をやる。水篠を殺せ。そいつを殺して俺らの共犯になるんだよ。ああ何を戸惑ってんだ。水篠さん、気にしないで。違います、水篠さん。諸菱君、君。おい、そいつの肩を持ち俺らと戦うっつうのか。ハヤトさん、どうします。弱いのから片付けろ。お前ら、人を殺したことがあるか。水城さん、なんてことを。どうして忘れていたんだ。ここはどこよりも弱肉強食の世界じゃないか。システムが俺に殺人を強要する。システムが必要としているんだ、強い俺を。なるほどね。システムは俺を利用し、俺はシステムを利用する。おい、まだ生きてんぞ。コージ、手加減すんな。いや、手加減なんてしてない。どんな手を使ったのか知らねえが、油断は禁物だ。コージ、やれ。獲物を発揮。切り刻んで見せてやろうじゃねえか。化け物みてえな野郎だが、ボスと7人のハンターを相手にしたんで逃がすか。そんな体で探検を振り回したって俺の防御を破れっこねえんだよ。よし、到来だ。逃がすか。そこだ。すぐに終わらせてやる。獲物を発揮。逃がすか。痛みを感じる前に切ってやる。遅い。これで
っちの番だ。途絶えた。寝ぼろをはじけ。死ねや。右京さん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやる。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。おい待て、殺すな。金なら返す。ダンジョンで起きたことは外部に漏れないと言ってなかったっけ。てめえ、俺の弟が誰だか知らねえのか。へえ、いいじゃん。あれはどうしよう。水嶋さん、命だけは。ふん。ダンジョンが閉ざされようとしてる。急いで出よう。え、はい。悪くない戦いだった。お兄ちゃん、諸菱って人知ってる？え？その人から電話。まさか、諸菱くん。ここです。用件は？水嶋さん、実は。断る。あの聞かなくたって分かりきってる。何かと思えば。20回だけ、いえ、せめて19回だけ。まさか。ギルドマスターになるために免許を取りたいんです。レイド経験20回以上のハンターであること、あと19回参加しなくちゃいけないんです。そういや、実は父がギルドを作ろうとしてまして、父が S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターには僕の兄を置いてギルドを企業のように回そうと考えているんです。マスターと副マスター間の摩擦は避けられないはずだ。経験を積んでお父さんを説得するつもりなんだな。水嶋さんも仲間が必要でしょう。僕も E 級ハンターを連れてレイドを無事成功させたと言われる方が都合がいいんです。それで報酬は？ギルドの事務所に使おうと建ててる建物です。推定時価は30億ですが、もっと行くと思います。一つ条件がある。君と俺、二人で行くこと。僕と水嶋さんの二人で C 級ダンジョンをクリアするってことですか？人数合わせを雇うんだよ。でも、危険すぎません？俺たちが無事なら、全員無事。お父さんに実力を認めてもらう絶好の機会じゃないか。ああ、なるへそ。